一つ気をつけていることは毛根の向きですね。手ぐししっかり通しながらですね、ちょっと羽に仕上がりました。皆さん初めまして、こんにちは、ナスカと申します。現在都内でフリーランスで美容師とヘアメイク、またコスメが大好きなんですが、コスメのお仕事をですねお受けしております。よろしくお願いします。今回私がお伝えするのはこちらのアイロンを使ってセルフアレンジについてお伝えしていきます。アイロンを買ったけれども置き方がいまいちわからない、使いこなせない、アレンジのバリエーションを増やしたいという方のためにお役に立てるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。本日お伝えするのは今巻き終わっておりますこの髪型をお伝えしていきます。男受けも女受けも悪くないであろう巻き方です。とても簡単な巻き方なので、ぜひ動画最後までお楽しみください。それでは昨日ドライヤーをかけてそのまま寝て起きた状態です。お世辞にも綺麗とは言えませんよね。ここからですね巻いていきます。今日は外羽をして表面にウェーブをつけることによってゆるっとしたカールをつけていきます。こちらのアイランを使用していきます。まずはじめに私が最初に使ってみて思ったことなんですけれども、電源の入れ方です。電源の入れ方は電源ボタンを押していただいてプラスボタンを押していただくと温度調整ができてロックが解除されます。私が今日使っていく温度は120度で巻いていきます。もちろんこのアイロンの良さとしてはですね、20秒で180度まで到達するという、温まるのもかなり早いというのもメリットではあるんですが、私はかなりハイトーンなので痛みをちょっと考慮して120度で巻いていきます。またあれですね、温度を変えたい場合のやり方、一度設定してここから温度変えたいよという場合はプラスのボタンからマイナスのボタンにかけて優しくスライドさせていくと温度調整が再度可能になります。一度ストップするとロックがかかるようになっていて安心な設計になっているので、使っていて急に200度になってたみたいなトラブルが少ないところもいいところだと思います。必ずロックになっているか確認してからご使用ください。では始めます。まずはじめに全体を外羽にしていきます。外羽にする際に毛先だけを外羽にするのではなく、この辺のですね中間のツヤも出していきたいので、中間からしっかりとアイロンをスルーして通していきますね。通しながらワンカール入れていきます。このワンカールする際に私が気をつけていることは毛根の向きですね。毛根の向きがですね斜め前に向いてだいたい生えております。この毛根の向きに沿ってアイロンを入れてあげることで外羽が正面から向いた時にまっすぐ外羽になってくれます。これを少し後ろに引っ張って外羽に巻いていってしまうと、あれ外羽にしたのになっていう感じでカールが向こう側を向いてしまうっていうことも起こりますので、なるべくですね前に引っ張っていただいた状態、そしてしっかりと手ぐしを通してこの今から巻いていきますという面を整えてからアイロンを通していきます。そうするとさらにですねアイロンの良さが発揮されるかなと思います。内側もちろん巻けてないので避けながら巻いていきましょう。こちら側アイロンを入れ終わりました。ざっとで構いませんので反対側も入れていきます。クリップなどがあれば留めていただいて、内側は密になっているので分け取っていただけるとより綺麗に巻いていただけるかと思います。留めながらで手ぐししっかり通しながらですね、一度コテを入れるとだいたい触れるぐらいの温度なんですが、触って熱っと火傷しないようには気をつけてください。カールをつけていきます。今この2段ぐらいに分けましたので、後ろのパネル取っていただいて手ぐしで整えていただいてアイロンを入れていきます。最後ですね、先ほどお伝えしたように毛根から斜め前に手ぐしを通してあげて面を均一に綺麗にしていきますね。
アイロンを入れる際のコツなんですが、さらにツヤをかけたいという方、もう巻くのに慣れていて上級者の方はですね、アイロンのグリップの部分に親指でクッと力を入れてあげながらスルーしていくとよりテンションがかかるので、同じ句通したとしてもアイロンの精度が変わってくるということも挙げられます。もしですね、興味があったら試してみてください。肩の高さに上げていただくと巻きやすいです。トップがペタッとしてると顔が大きく見えてしまったりするので、